What's up, guys, and welcome to Tokyo Xanadu EX Plus. Now, I was debating whether or not if I should play this game because this game was ported from the PS Vita to EX to the PS4, and the reason I was debating whether or not if I should play this or not is because this whole game is in Japanese voiceover, and there is no dub. There's no dub for it, except for like the subtext. The only thing that's gonna be in English is the subtext, and that's why I was debating whether or not if I should play it or not. So I thought I'd just give it a try, and if you like this video, give it a thumbs up and a like, and I might keep the series going. Now I did play this game like a year ago when this game first came out. So I'm gonna start off with a new game plus. That way, 2015年4月某日、日本国東京都森宮市。この日、彼の日常は引き裂かれた。Cafe Bar Inn. Okay. それじゃお疲れした。ああ、またよろしく。気をつけて帰るんだよ。どうもーす。Cool. Tasuka. 結構遅くまでかかっちまったな。酔っ払いのトラブルがなきゃもう少し早く上がれたんだが。ま、おかげでいい稼ぎにはなったか。とっとと帰るか。おっと、そういや連絡を。あ？Asuka Higuri. Higuri? Hiragi? 見間違いじゃないよな。あいつ、こんな繁華街をうろつくようなやつだったか。バイトが終わったばかりだってのに。
確かこっちの方に歩いて行ったはずだが。おいおい、ジョーちゃん、釣れねえじゃねえか。ほんのちょっとくらいおしゃべりしてくれてもいいだろう。あれ？とことん無視？なんだかお兄さん、そろそろムカついてきちゃったな。見れば見るほど綺麗な顔してるじゃねえか。笑顔の一つくらいサービスしてくんねえかな。あんま怖がらせんなよ。その制服確か森宮学園だろ。結構いいとこ通ってるじゃん。たまには俺らと思いっきりハメ外そうぜ。あいつらチーマーか。どこかで見たような。仕方ねえ。おい、あんたら。なんだ、赤いヒビ現れたわね。なんだよ、何が。ヒイラギなんだ、何が起き。おいおい、一体何の冗談だよ。夢？それにしちゃ意識がはっきりしてるような。綺麗っつうか不気味っつうか。まさかあの世とか言わねえよな。さっきまで確かにあのガード下にいたはず。ヒイラギ、おい、どこだヒイラギ。あのチーマーどももいねえ。さっきのに巻き込まれたのか。わけがわかんねえ。一体何が起きてるんだ。ここでうだうだやってても仕方ねえ。ヒイラギと出口を探さねえと。This is just tutorials telling me about my new game plus. Like, I can carry over like most of the stuff of my previous gameplay. So we're just gonna ignore all that. なんだかうすら寒いな。やたらと静かだし。黙ってると不安になってくるぜ。そういやサイフォンは。サイフォン圏外。やっぱこのまま進むしかねえか。ヒイラギ、いねえのか。いたら返事しやがれ。反応なしか。行けるところまで行くしかねえな。ヒイラギに
さっきのチーマーどもか。無事みたいだな。たく、心配させやが。黒い奴らは。逃げろ、ヒイラギ。ソウルデバイス起動。遺伝エクセリオンハーツ。無事みたいね。あなたが見える人とは思わなかったけど、あの状況で飛び込んでくるなんて意外と熱いというか無鉄砲なところがあるみたいね。なあ、ヒイラギ、これって夢なんだよな。じゃなきゃさすがに意味不明すぎるっての。ええ、その通りよ。ただの一夜の悪い夢、少なくともあなたにとっては。ヒイラギ。でも安心して、悪夢もいつかは覚めるもの。今日常に返してあげるわ。おやすみなさい、時坂くん。
Chapter 1 The Eclipse. See you, Harvey. おはよう、こうちゃん。なんだかうなされていたけど、大丈夫？怖い夢でも見たの？しおり。いや、なんでもね。ただ、ちょっと昔の。って、なんでお前がここにいるんだ？起こしに来てあげたの。時々様子を見ておいてって、おばさんから鍵を預かってたから。インターホンを押しても全然出ないと思ったら、制服のままベッドに入るなんて、さすがにだらしなさすぎるよ。制服ってまた夜遅くまでアルバイトしてたんでしょう。高校生で深夜まで働くなんて本当はいけないんだからね。昨日は結局何時に帰ったの？昨日は、バイトが終わってからどうやって帰ってきたんだ、俺。もう、こうちゃんってば。起こしに来て正解だったみたい。ほら、シャワーだけでも浴びて、それからうちに来てね。ちゃんとこうちゃんの分も朝ごはんを用意してるから。お前は俺のお袋かよ。Moriya Academy. そろそろ散り際だね。でも綺麗。今年は咲くのが遅かったけど、その分長く楽しめた気がするね。ああ、そうだな。ほら、こうちゃんも急ごう。もうすぐ予鈴が鳴りそうだし。慌てなくても間に合うって。俺は眠いんだよ。少しくらいダラダラさせてくれ。もう2年生になったんだからしっかりしないとダメだよ。それに先生に怒られるのはこうちゃんも避けたいんじゃない？まあな。あ、どうした？でもないの。多分気のせいだと思うから。いいよ、お二人さん。おはよう、こう、しおりちゃん。おはよう、りょうたくんに、じゅんくんも。なんだ、一緒に来たのか。うん、さっきそこでちょうど一緒になってさ。Ryuta Ibuki. Junko Kohinata. お前らの方こそ。So hard. 今日も夫婦で仲良く登校かよ。羨ましいね、この子な。誰が夫婦だ、誰が。
朝っぱらからうるせえっつの。あら、こうちゃんたら、もしや照れてらっしゃる？バカ言ってんじゃねえ、バカ、このバカ。もう、二人とも相変わらずなんだから。2年生になってまだ2週間くらいだしね。でもまたみんなと同じクラスになれてよかった。うん、本当に。改めて今年もよろしくね。こちらこそ。げ、もうよれ。ああ、もう余裕だったのによ。とっとと教室に行くぞ。Second period math. Time for me to sleep. This is okay. Towa Konanoe. Hi. So, この問題が解ける人、遠慮しなくていいからどんどん手を挙げてね。くぅ、とわちゃんやっぱ可愛いよな。お前みたいな不愛想なやつのいとこだなんて信じらんねえぜ。誰が不愛想だ、関係ねえだろが。たく、よりにもよって俺のクラスの担任になるとは。いいじゃない、別に仲は悪くないんでしょ。新任なのに担任を任されるくらい優秀みたいだし、授業もすごく分かりやすいよね。いや、それは結構なんだが。こら、コウ君、授業中におしゃべりしない。違うの、今のはなし。ついいつもの癖で呼んじゃっただけで。やっぱ最悪だ。もうおしゃべりしているからだよ。ちっ、羨ましいやつ。とにかく問題を解ける人はいない。ちょっと先の範囲だし、やっぱり難しかったかな。はい、先生。あ、じゃあ柊木さん、前に出てくれる？はい。合っているかは分かりませんけど。でしょうか。うん、正解。途中式も完璧だね。よくわかったね。よかった、予習していた範囲が当たってくれたみたいです。 How? Those are alphabets. それは関係ないような。そつなくこなすな。くぅ、しびれるね。さすがは帰国子女、俺らとは頭の出来が違うぜ。柊木飛鳥か。まだあんまり話したことはないが。なんだ今の。こうちゃん？
かし実際ずりーよな。幼馴染だけじゃ飽き足らずあんな可愛いいとこまでいるとは。ちくしょう、次はナイスバディの若いおばさんでも現れるのか。いねえよそんなの。りょうたくん最近ずっと似たようなことを言ってるよね。はあ、いい加減聞き飽きたってば。だってまさかのコウくんだぜ。いつもの癖なんだぜ。まあもう何度もうるせえ。だいたいお前どっちかっつーと年上好みじゃなかったか。あんな子供っぽいのでもいいのかよ。バッカ、トワちゃんはそれがまたいいんだろうが。くそ、覚えてやがれ。こうなったら俺も今年こそはめくるめくバラ色の高校生活を謳歌してやるんだからな。ああ去年は初っ端から散々だったもんな。あろうことか順にだ、思い出させんな。あれは俺の黒歴史なんだからよ。ちょっと懐かしいね。そういえばこうちゃん、ヒイラギさんと何かあったの？あ、その勘違いだったらごめんね。なんだけど、トワ先生の授業あたりからずっと目で追ってなかった？それは。へえ、こうお前な、まさかと思うがあのヒイラギさんを狙ってるんじゃないだろうな。今年からこの学園に編入したヒイラギアスカと言います。しばらく米国に住んでいたので日本の学校にはあまり馴染みはありませんが、同じクラスの一員として皆さんと充実した学園生活を送れたらと思っています。どうかよろしくお願いしますね。容姿端麗にして成績優秀、それを全く鼻にかけない明るく爽やかな性格、4月にしてすでに男子人気ナンバーワンの座に君臨しているあのヒイラギさんを。ちょっと競争率は高そうかな。だから違うっつの。別にそんなつもりはねえよ。ただちょっとな。ちょっと？いや、なんでもねえさ。さすがに夢かなんかだろうしな。そういや、俺のことよりお前の方こそ何かあったのかよ。今朝正門のあたりで妙に後ろを気にしてたみたいだが。それは、うん、実は最近ちょっと気になることがあって。気になること？近頃変な気配を感じることがあるの。自分の後ろに何かいるような、そんな感じというか。何か？まさかストーカーか何かとか？多分違うと思う。ちゃんと確かめたわけじゃないから何とも言えないけど。よくわからん話だな。もしかしてあれか、季節外れの幽霊でも出たとか？もう亮太ってば、もう少し真面目に考えて。うん、もしかするとそうなのかも。なんていうか、人の気配とはちょっと違うような気もするし。え、いや、やだなしおりちゃん、本気にしないでくれってばよ。不思議な話だね。ま、とにかく何かあったらすぐ言えよ。バイトがある日だって家まで一緒に帰るくらいはできるだろうからな。こうちゃん、ありがとう。りょうたくんにじゅんくんもあまり心配しないでね。After school。はい、ホームルームはここまで。みんな気をつけて帰ってね。ヒイラギさん、号令をお願い。起立。で、さてと、
今日のお勤めもようやく終わったことだし、みんなでどこかに遊びに行かね。なんだやぶから棒に。いや今日は部活が休みでさ、親父たちも商店街の会合っていうか宴会でいねえから結構暇してんだよな。そっか、僕は別に構わないけど。私も家に連絡を入れたら大丈夫だと思う。こうちゃんはどうする？ああ悪い、バイトが入ってる。マジかよ、バイトって昨日じゃなかったのか？ああ今日はレンガ小道のアンティーク屋に呼ばれててな、いつも他のバイトを紹介とかしてもらってるからなかなか断れないんだよ。たく相変わらずだな。コウの家って先月からご両親が海外出張中なんだっけ？1年くらいって聞いたけど、そんなにお金に困ってるの？おじさんたちから生活費は十分もらってるはずだよね。いろいろ差し引いたら小遣いなんて全然残らなくてな。それに俺にとっちゃバイトが部活みたいなもんだしな。そうそう、中学の時からこっそりとやってたもんね。おっす、とわちゃん。もう、とは先生でしょ。でも中学からってアルバイトとか OK だったの？そっか、じゅんくんは高校からだから知らないんだ。こうちゃん、表向きはお手伝いとして昔からいろいろと手を出してたの。そうそう、おじいちゃんに何度言われても懲りなくて。しかも昨日はまた深夜までアルバイトしてたんだってね。それはいいですか、コウ君、深夜アルバイトは校則違反です。いとこだからって見逃してあげられないからね。そのうちおじいちゃんに知られちゃっても知らないんだから。ああもうわかったわかった、つうか学校でコウ君はほんとやめてくれ。They are gone, so I should get going too. I know I said I didn't have any spending money, but it's not like there's anything I want to buy. Whatever. I'll wander around for a bit, then leave from the main entrance.Let's see what she's walking around for. Sukika の新曲の発売日、明日と思ってたら今日だった。Speaking. 急がねえと初回版がなくなっちまう。ああ、俺のバカ。Oh, Tessica, have you seen Ryuta? Hey, Chizuru. He just left a minute ago, but Shiori and Jun.That idiot. We were going to discuss next month's flyers for Shopping Street. Oh, you were? He didn't mention anything like that. Maybe he just forgot. Oh well, he's going to hear from me when he's back. I told him to wait for me. That idiot.She's the class president for Class D. I never see her not busy. Kou senpai! Kisasubiri desu, Kou senpai!やっと声をかけられた。通りかかってくれてよかったです。2年生の教室はさすがに行きづらくて。コウ先輩、どうか
かしたんですか？あ、そうそう、お父さんも先輩によろしくと。ストップ。悪い、ちょっと待ってくれ。すまん。誰だっけ？覚えてないんですか？あ、ちょっとショックです。でもそっか、そうですよね、最後に会ったのは小学生だったし。Sorry, Kishima. Sora です。Ikushima Sora。ほら、ここの英雄の道場で何度かお世話になった。お前、ソラ坊か。じっちゃんのところに修行に来ていた Ikushima流の師範の。懐かしい呼び方。そうです、あのソラです。もうひどいですよ、妹弟子の顔を忘れるなんて。さっきトワさんトワ先生に挨拶した時はちゃんと覚えててくれましたよ。悪い、しかし驚いたぜ。確か九州の方だっただろ、引っ越してきたのか？いえ、私一人で上京しました。生島流を極めんとするならば、若いうちに見聞を広め、おのが修行の場を見出すべし。そんな風にお父さん師範に勧められたものですから、うん、それで東京組んだりまで。相変わらずの武術一家だな。ふん、しかし変われば変わるもんだな。え？3、4年前は髪型も格好もわんぱく坊主そのものだったじゃねえか。それがスカートなんか履いて、なんつうか成長したもんだぜ。あ、もうそれは忘れててくださいよ。ソラ、こんなところで何油を売ってって、あれ時坂じゃない？おう、相沢か。これから部活か？チカ、アイザワ。そう、そこの空とね。なんだ、知り合いだったんだ。そろそろ稽古始まるわよ、空。先に道場行ってるからね。あ、はい、すぐに行きます。ハハ、ディリダリ。なるほど、空手部に入ったんだな。です。今日のところは失礼しますね。そうそう、ここの絵の道場にも週1くらいで顔を出すつもりです。よかったらそのうち組手でも付き合ってください。それでは。やれやれ、こんなところで再会するとは。しかしここの絵の道場か。まあ、そっちは気が向いたらだな。可愛らしい子ね。時坂君も今帰り？ああ、柊木もか。もう帰ったかと思ってたが。クラス委員の仕事で少し呼ばれていたのよ。それでさっきのことはどういう関係なの？もしかして。ちげえよ、子供の頃の知り合いってだけだ。昔じいさんがやってる道場で何度か顔を合わせててな。道場？へえ、時坂くんって武術とかやっているのね。ちょっと意外だわ。ま、最近は全然顔を出しちゃいないが。ん？どうしたの？いや、柊木とこうして話すのもなんだか珍しいと思ってな。同じクラスになってからまだほとんど話してなかっただろ。そうね、せっかく同じクラスになれたし、改めてよろしくね、時坂くん。ああ。なあ柊木、昔
どこかで会ってたなんてことはないよな。え？面白い人だったんだなって。でも口説き文句としてはちょっとベタすぎかしら。今時ステイツの男の子だってもう少し工夫すると思うわよ。そんなんじゃねえっての。ああもう何でもない。今のはとっとと忘れてくれ。待って、気を悪くしないでちょうだい。そうそう、私の方からも聞いてみたいことがあったの。聞いてみたいこと？昨日の夜のことよ。何をしていたか覚えている？え？なんだ？赤い裂け目、黒い化け物。と、悪い。昨日の夜と言われてもな、遅くまでバイトが長引いて、その後は。ごめんね、深夜のアルバイトをしてるって噂を聞いて気になっただけなの。バイトもいいけどほどほどにね。それじゃまた明日。ああ、またな、ヒイラギ。Man, I should go home after today's shift and just crash. I've got some time before heading.To the antique shop in Brick Alley. Maybe I'll hang around a bit. The square button can now be opened in the movement menu. Okay, I see. I arrived in Brick Alley, but I still have some time until my shift starts. I think I'll wander around a little. Brick Alley is an elegant street known for its distinctive Western architecture. There is the antique shop that Ku goes to often, cafe, broquette, and florist where you can purchase items. Ko-chan, 明日の朝食べたいものがあれば教えてね。ちなみに今だとコウちゃんの好きなフレンチトーストが最有力かな。My favorite French toast? Okay. Alright guys, I'm gonna end it here. And I'm gonna do some off-screen equipments and all of that stuff off-screen. So if you want to see the next episode, hit the like button. Until then, see you next time.